こんばんは。夕飯のお時間がやってまいりました。これは何でしょうか。これね、なんちゅうの、煮物作るね、これ内釜なんだよね。炊飯器みたいなやつで。電気でね。で、保温みたいのと、アシスト、こう、なんちゅうの、レバーでギュッとね。うん。ギュッとやるとアシストなんだよ。で、これは、お水に、昨日の油揚げ3枚を下の方に入ってて、上には、昨日買った128円の白菜を、入れてあります。味は何もついてません。どうなってんでしょうか。とっても美味しそうですね。人間の食い物でしょうか、これ。ねえ、あんた。米が高いからさ、今あるね、昨日買った。で、お酢が入ってます。蜜柑米酢が。美味しそうでしょ。ね、これにかつぶちを、ぶち、かつぶし、やかましいこれ。ね、これにかつぶし入れて、それでちょっと入れますね、今。しばしお待ちを。1分33秒。お待たせしました。バレちゃったよ。俺もうまいじゃん。55分。スタミング入れちゃったからね、40円だね。まあそうでしょう、これ。ね。かつぶしの、うん。これはね、白菜はね、半分だから、128円、60円ぐらいね。60円ぐらい。まあそうでしょう。これ。このぐらいの丈がありますからね。おじいちゃん、あなたは頭痛なしですか？よくわかりました。では、ということで、夕ご飯をいただきましょう。で、もしね、味がちょっと足んないなと思ったら、これ。わかめのね。これは今日の夕ご飯と明日の朝ご飯だね。これも入れると思うな、多分。うん。じゃあ、そういうことで、皆さん、もう良いお年を。2024年、ね、お口がジュルジュルです。2024年、ね、10月20日、日曜日、今日日曜日、ね。7時44分ということで。いただきます。Thank you for watching, come back again. このさ、この油みたいな感じがさ、このあわあわくんが、こいつですよ。ね、君はなんでこんな細かくちぎるの？歯がねえし、噛まなくなんないのに歯がねえし、ちっちゃくして飲み込むし、長生きできねえよ。どうかな？わかんねえよ。若者は必ずね、長生きできるとは限りませんから。ね、これあんた、絡みついて離れないぜ。やりきれないね。知ってる？ A ちゃんじゃありません。これね、ちょっとこれ、ちょっと、これでいいかな？これ置きたいわけよ。さっきもやりたいからさ。ああ、これ、これ絡めてごらんって言ったら難しいけどさ、絡まないでって言うと難しく、あ、できました。こうやってやればいいな。やかましいね。うん。いかがですか、これ。ね、この泡加減が。5分。18秒。画期的だね。じゃあまた明日ということで。いただきます。聞こえる？ブブブブブブ。我が家の唯一の、暖房器具。
女子好き。じゃあそういうことで、腹減ったし、多分ねこの後お米も炊いてお米も食べちゃうな。でもこれをいっぱい食べればね、明日はねもうバナナもないしね。あ、そう、さっきね3時頃ねもずくと納豆食べちゃったね。だから明日はもずくと納豆買いに行くんだな、バナナと。早く終わりにしろよ。あ、食っちゃえ。大丈夫、猫舌じゃけんの。お客さん、広島の朝ですか。ごめんと。じゃあなー。